米海軍向け PV-1 ロッキード PV-1 は、第二次世界大戦中に、アメリカ合衆国のロッキード社で製造された紹介、爆撃機である。アメリカ海軍のほか、イギリス空軍では、ベンチュラの名称で、アメリカ陸軍航空隊では B-34、B-37 の正式名称で使用された。l 十八ロードスター旅客機を軍用機化した。 機体で同様に L-14 スーパーエレクトラ旅客機を軍用機化したハドソンの成功を踏まえてイギリス空軍が発注したものである。イギリス空軍は1940年2月に188機のベンチュラを発注し1942年半ばに配備した。1942年末に戦線に投入された当初は占領下のヨーロッパでの昼間爆撃に 使用されていたが、他の爆撃機と同様に戦闘機の護衛なしでは、非常に悲劇追加率が高いことが分かり、爆撃機部隊はより高速の DH-98 九モスキートへと起死転換された。この時期は、イギリス空軍が戦時体制へ移行し、ようやく、ボーファイターや DH-98 九モスキートなど、 まとまった数の高性能爆撃機を投入可能な時期に当たった。このため民間機転用の軍用機であった本機は前作ハドソンを大幅に上回る機体性能ではあったものの他の機体に劣ってしまった。結果的にはイギリス空軍において数的劣勢に追い込まれていた時期にピンチヒッターとして必要な時期に必要な数が間に合ったハドソンほどの成功策とはみなされなかった。 こうして爆撃任務を退いたベンチュラは沿岸部隊の紹介任務に回された。このうち30機はカナダ空軍、135機は南アフリカ空軍へ輸送され、一部機体はオーストラリアとイギリスとの混成部隊などで運用された。イギリス空軍はベンチュラマーク2を487機発注したが、264機はアメリカ陸軍航空軍に転用された。 アメリカ陸軍航空軍はベンチュラマーク2を転用した後に200機のベンチュラマーク E アを発注した。陸軍航空軍ではマーク E アを B-34 レキシントンとして採用し、後に RB-34 レキシントンと名称を変更した。このうち27機はアメリカ海軍へ回された。これらは紹介爆撃機として採用されたものの、 ほとんど練習に使用された。さらに、陸軍航空軍は550機のベンチュラを発注した。このベンチュラはエンジンがマーク2の R-2800 から R-2600 から13へと換装されていた。これらを陸軍航空軍は O-56 として採用する予定だったが、陸軍航空軍における観測機という分類が、 廃止されたことに伴い O- という名称も廃止されたため RB-34B 歴ントンとして採用し観測機や偵察機として運用した。また、エンジン乾燥型は B-37 または RB-37 の名称で低爆撃機や偵察機、高等練習機、輸送機として運用された。 陸軍航空軍は550機を発注したが、他国との戦闘に使用するベンチュラを海軍に回す、取り決めをしたことから18機のみの運用に止まった。アメリカ海軍による発注を受け、PV-1 は1942年12月に納入された。PV-1 は、紹介任務に使用される機器を収めるため B-34 よりいくつかの設計変更が行われた。 前方の防御用機銃などが削減され、ASD-1 探索レーダーなどが搭載された。また、燃料の搭載量は、航続距離拡大のため5081リットルから6082リットルへと、増加された。初期生産の PV-1 は、機種にあるレドームの背後に爆撃機種席を配置しており、横側に4つ窓があり、機種下側には、爆弾照準窓があったが、 後期生産の PV-1 は爆撃種席を廃し、山頂の 12.7mm 機銃を機首下側のパックに廃した。また、後期生産機は、翼下のパイロンに 127mm のバルロケットを発発、搭載可能であった。PV-1 はアメリカ海軍に1943年2月に収益した。最初に配備されたのは、 アリューシャン列島に展開していた第135戦闘中隊で他に3カ所の飛行中隊でも運用された。アリューシャン列島から千島列島のバラムシル島と占い森島にあった日本軍の基地に対して攻撃を行った。大抵の場合には PV-1 はレーダーを装備していることから B-24 リベレーター爆撃機の編隊の誘導を行った。 1943年後半になると PV-1 の一部は海兵隊でも採用され、第531夜間戦闘飛行隊で夜間戦闘機としてソロモン諸島方面で運用された。戦後はアメリカの同盟国に供与された。カナダ空軍と南アフリカ空軍に供与されていた PV-1 は1950年代から1960年代に テキサス州サンアントニオのハワードエアロ社によって高速高級輸送機へ改造された。スーパーベンチュラと呼ばれる初期の改造機は1 2 2トルへと胴体が拡張され燃料タンクや大きな写真窓豪華なインテリアが追加された。武器を輸送するための武器庫だった部屋は貨物室となった。着装置は p v ハープーンに採用された大型の 物へと交換された。1960年代にスーパーアベンチュラが18機、改造された後の改造機は、ハワード350と呼ばれるようになった。客室の加圧改造型である、ハワード500は22機改造された。ハワード社の最後の PV-1 改造型は、エルドラド700で、より長い翼、尖った機種、より空気抵抗が減る形状のエンジンカウリングを、 備えていた。1954年12月17日に民間型における特筆できる事故が発生した。マニトバ州のウィニペグへ向かおうとした機体が離陸直後にエンジントラブルによってウィスコンシン州のミルウォーキーにあるミッチェル飛行場へ墜落したというものである。登場していたのはミラーブルーイングカンパニーの社長で創業者フレデリック・エドワード・ジョン・ミラーの孫でありアメフトの 選手であったフレデリック・シー・ミラーとその長男であるフレデリック・ミラー・ジュニア、ミラー社の従業員でパイロットの資格も持つジョセフ・レアードとポール・レアード兄弟であったが、4人全員が事故により死亡した。沿岸哨戒機としてロッキード・ハドソンを大量発注していた。イギリス海軍はロッキード社に対してハドソンの後継機となるさらに強力な哨戒爆撃機の開発を要請した。 ロッキード社への発注は1940年に行われ、ロッキード社では L-18 ロードスターをベースとした機体をモデル37の社内名称で開発した。機体となったロードスターはハドソンの原型であるロッキード L-10 エレクトラ旅客機の改良型であるスーパーエレクトラの発展型ということもあり、ベンチュラの機体系自体はハドソンに類似していたが、 エンジンは強力なプラットホイットニーシア 4GW ワスプを搭載した。武装は機種前面の爆撃主席に連装の 7.7mm 機関銃、胴体背面にボールトンポール製 7.7mm 連装動力機銃等の位置を変更して異界を改良し、胴体後方画面にも本格的な 7.7mm 連装の銃座が設けられた。 爆弾搭載量は爆弾層に2500リットルビーである。イギリス軍はこの機体にベンチュラという愛称を与え、生産された方をベンチュラ・アイと呼んだ。ベンチュラは合計675機が発注され、試作1号機は1941年7月に初飛行した。しかし、同年の暮れには対日戦が開船、ロッキード社は アメリカ本国向けの各種軍用機の開発と生産に全力を傾けねばならなくなり、生産の遅れから1号機がイギリス軍に引き渡されたのは1942年の夏のことであった。ベンチュラー I は発注された675機のうち188機、生産されたところで発展型のベンチュラー2の生産に切り替えられることになった。ベンチュラー2はエンジンが さらに強化され、民間型から軍用型の R-2800 から 31WASP に換装され、武装もベンチュラ I と同じだったが、生産200機目から規格を米軍仕様に改め、これをベンチュライーヤと呼称した。ベンチュライーヤは、機種をソリッドノーズ化して 12.7mm 機関銃を2丁固定配置して、機種下に 12.7mm を3丁固定装備。 する、ガンパックを追加。旋回機銃等をマーチン射程に乾燥して1 2 7ト、mm、ル連装に強化。仮面の銃座も7 6 2ト、mm、ル機関銃連装に乾燥した。爆弾搭載量も3000リットルビーに増加し、爆弾層内へ2953リットル入りのフェリータンクが装備可能となり、これは必要に応じて1855リットル入りのに 分割式、フェリータンクと交換可能だった。なお、フェリータンクは爆弾層を占有するので使用時は爆装不可能になる。機体自体の燃料搭載量もベンチュラ2から増加しており、5090リットルから6083リットルになり、標準で外翼仮面に587リットル入りの増層が一本ずつ喧嘩可能になった。主翼には、 各4機の5インロケット弾、バルが、喧嘩可能になり、爆弾層に爆弾に変えて、マーク13魚雷、または11、75イン大型ロケット弾ティニーティムが、搭載可能になっていた。これらは、重量的には2本搭載可能だが、爆弾層のサイズが小さいので1本しか搭載できず、後の PV-2 では、爆弾層が拡大される原因となった。 イギリス空軍の発注分の残り487機がベンチュラ2として完成したが、このうちイギリス空軍に引き渡されたのは196機だけで、残りは本機に注目したアメリカ軍により買い上げられ、陸軍と海軍により装備された。イギリス空軍ではさらに200機の追加発注を行ったが、これもイギリス空軍に引き渡されたのは25機のみで、残りはアメリカ陸軍に引き渡された。 イギリス、オーストラリア、ニュージーランド空軍では1942年10月より、本機を昼間爆撃任務に就かせたが、大した活躍もなく、また鈍重で、実戦に耐えられないという傭兵側からの非難もあり、これらの部隊は、モスキートに装備改変された。1943年後半からは、爆撃任務からは退役し、沿岸航空隊の紹介任務に就くことになった。 その後は、ハドソンの後継機として終戦まで利用された。また、カナダ、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド等の英連邦各国にも譲渡されて、運用された。なお、イギリス及び英連邦諸国で用いられた機体には、アメリカ陸軍向けとして、生産、納入された後に、アメリカ軍から譲渡された機体もあり、これらにはベンチュラではなくレキシントンの名称が付けられている。 アメリカ陸軍では、ベンチュラー I に B-34A の名称を与え、イギリス向けとして生産された機体の中から250機を自軍の装備とし、この250機のうち少数機を後方訓練機 B-34B の名称で訓練に使用している。アメリカ陸軍ではエンジンをライト R-2600 から31に換装した。 ベンチュラ2も O-56 の名称で550機発注したが大半はキャンセルされ最終的に18機を B-37 として受領した。B-37 は胴体左右側面に 7.67mm 基銃1丁ずつ備えた透明銃座を配置しているのが B-34 との相違点である。B-34、37ともに ニックネームは、レキシントンであった。紹介飛行艇が冬季に、港湾施設の凍結に悩まされることから、陸上基地で使用する長距離紹介爆撃機を要望していたアメリカ海軍は、まず、イギリス空軍向けの紹介爆撃機ロッキード・ハドソンを、プボウマイナス1として20機採用した。続いて、本格的な機体として、陸軍が発注し、 イギリス空軍に供与する形をとっていたベンチュラに注目し、これを海軍の管理に移管することを陸軍に要請した。陸軍はこの要請を受け入れ、イギリス軍向けの生産機の一部を海軍に供与した、ほか、イギリス向けの生産終了後に生産を海軍へ移管することにした。ベンチュラ合が PV-3 ベンチュラとして27機。その後、 ベンチュライーヤが PV-1 ベンチュラとして運用された。番号こそ PV-3 の方が新しいが、これは書類上の手続きから来るもので、実際、早急に戦力化を急いだために PV-3 はイギリス軍仕様のままとされ、1942年の10月からプボー -1 の任務を引き継ぐ形で配備された。これは、 PV-1 の戦力化が遅れるためのつなぎとしての措置であり、1943年1月に PV-1 を受領するとともに、PV-3 は引退している。海軍では PV-1 を1942年11月から1944年5月まで生産し、総計1600機が配備された。派生機 PV-1。 tv-3 ともに、主な戦場は、大西洋やアリューシャン戦線であったが、夜間戦闘機として改造された本機が、ソロモン方面で投入されている。仕様は、各機バラバラで夜間昇援排機管を装備した機、追加の4連装 12.7mm、機銃パックを搭載した機など様々である。機動レーダーは、標準装備だが、これも ASV や IV など時期によって、 仕様が違う。乗組委員は爆撃機型の5名ではなく3名乗務だった。海軍初の夜間戦闘機部隊 VFM-531 に配備され1943年4月から翌年6月まで夜間撃墜数12機を数えている。なお、夜間戦闘機型の名称は PV-1 のままで A-20 攻撃機を夜間戦闘機化した。 P-70 総発野戦のような特別な形式名やニックネームは与えられていなかった。偵察機型も存在し、PV-1P と呼称され、射角撮影カメラなどを搭載しているが、詳細は不明。ベンチュラ2の燃料搭載量を増加するなどした改良型が PV-2 として開発されて装備された。PV-2 は、 イギリス名称をそのまま転用したベンチュラに変えてハープーの愛称が命切られている。日本の海上自衛隊でも創設機に供与され、主に訓練機として運用されている。PV-13 メンズ。ありがとうございます。